はい、こんにちは。NDS プレゼンツ、チャーリーです。今日はですね、面白そうなゲームを見つけたので、録画していこうと思うんですが、スーパーマーケットを運営していくというね、ゲームらしいんですが、トレーダーライフシミュレーターというゲームになります。まあ、早速ですけどね、ニューゲームで前回のデータを消してやっていこうと思います。なぜならば、録画できていなかったからです。チーン。はい、ということでね、場所が2つ選べます。シティかビレッジ。で、ビレッジの方は、ちょっと見てみたら、道が複雑なのと、チュートリアルがなんかないみたいなですね。なのでシティの方からやっていこうと思います。でちょっと困ったこともありまして、説明が全部英語なんですね。なので分かんない単語なども出てきたりするので、変なこと言ってたらすみません。はい、でお家からスタートします。Take the car and go to your shop. 車を使って、あなたのお店に行ってみましょう。という感じでね、車と、お家と、持っているわけなんです。うん。部屋があります。洗面所。タオルがかかってるのに、ない。他に何もない。でね、トイレとか、ベッドとか持っているんですが、トイレは多分ね、ここに置いていくべきかもしれないんですけども、すぐね、家に帰ってこられないんですよ。車でお店と往復するのが大変なので。なので私はですね、ここにベッドは置いていくんですけども、ベッドは置いていくんですけども、トイレはねお店に設置しようかなと最初はね企んでます。ベッドここに置いて、素敵なねキッチン、このくらいのね広さがあるといいですよね。なかなかこんな広いキッチンの家にはないなと。やたらとね、ナイフがこう放置してあるのが気になるところではありますね。なぜそんな3本もナイフを出しておかねばならんのかという感じで。素敵なお家ですね。一応閉めていきましょうか。はい。はい、来ました。マップを開いてみましょう。はい、私のお家、ここです。ホーム。そして、私のお店がここです。で、だいたい買い出しに出かけているのが、ここにあるカートのマークの、ジャバーさんのお店。ここが、問屋さん的な感じですね。まだあと行けてないのが、お肉、野菜、魚、など、仕入れ先だと思います。はい。ひとまずね、お店に向かいましょう。ジャンプもできるしね、ダッシュもできるんです。おっとっと。ガソリンとかオイル交換とかも必要になってきますよ、ということで、まず、書いてますね、チュートリアル。ガソリンチェックしてねと。それがスマホでできますよということで、最初にスマホを買ってくださいというお知らせ。では行きましょう。運転はね、荒いです。すみません。あと方向音痴なのもあるので、道は相当迷いますが、ご容赦ください。
もうね、今1時間やってたんですけど、録画できてなかった、うまく。なので、ちょっと道は若干は覚えたと思うんですけど、バーガー屋さんを曲がったら、うちの店、そして銀行がね、見えてきます。はい、この角が私のスーパーマーケット。ギュッ。ありまして、おります。はい、こんな感じです。どうでしょうか。スーパーマーケット。ここを私はね、チャリマにしようと思っています。チャリマと。うん。で、まずね、スマホを買いなさいと言われていたので、スマホ屋さんに向かいまーす。ラップトップを使ってあなたの行動をセーブしましょう。はい。スマートフォンを買うことができるよ。そして車のおネジを助けてくれるよ。わかりました。今向かっております。スマホの時代なんですね。はい。こちらがスマートフォンショップ、てってれー。もう明らかになんか違法な商品を売っているといった感じでございますね。はい。改造とかね。確実に中古品ですが、こちらで買わせていただきます。スマートフォン、125ドル。高いですね。まあね、もうちょっとね、値上がりしてる。値上がりというか円安の影響でね、価格が上がってしまっているらしいですが、まずスマホの中身を変なおじさんが来ましたが、見ますと、あ、最初にね、わー、押された、凶暴ですね。ここになんかメモすることもできると。メモも使えるよ。そしてタクシーで、ああ、帰ることもできるんですね。お家とか、レストランなんてあったかな、カーショップ、ジャバーさんのお店などなどね。あとは、車の状態を見ることができるよ。リペア800ドル。おお、壊せない。ガソリン450。オイル350。二つ目の車かな ?500 ドル。高いですね。今375ドル手持ちになりました。あとはお客さんの欲しいものが多分ここに表示されていくと。あとはショップレーティング。口コミですね。お店の評判。はい。こんな感じでございます。まずね、あ、そしてこれがうちのスタッフ。スタッフがですね、まあスタッフもそうなんですけど、みんなここの町の人たちがこういう感じの、こういうっていうと失礼なんですけど、いかつめのね、男性しかいない町です。はい、そして、ファニチャーを置いてください。わかりました。まずね、デスクトップパソコン。デスクトップじゃないね、ラップトップを置きましょう。置きます。で、いろんな項目があるんですけど、これは売上ですね。売上と欲しいもの、お客さんの要望と、あとはショップアップグレード。ニュースペーパー、ジュースマシーン、コーヒーマシーン、エスプレッソマシーン、サンドイッチ、ベンディング、サングラス、などなどね。これはちょっとしばらく買えないかなと思うんですが、ショップレーティング、0%。How happy your customers が、customers buy something you will get で上がっていくよと。うん。買ってもらったらね、欲しいものが買えたら
ちのレーティングが上がっていくよと。とお客さんが離れるとき、彼らが欲しいものがないとお客さんが離れちゃうよ。で、レーティングを3落とすよと。マイナス3。結構大きいですね。1しか上がんないのにね。欲しいものを変えたら1しか上がんないのに。欲しいものなかったら3落ちるっていうことかな。で、Once you have 50% レーティング。エレクトロニクス。1回だけ 50% オフで買うことができる。あら、今買ったのがそうだったのか。まあ一応スマホは持ちました。あとですね、スタッフさんのお給料と電気代がね、クレジットカードと銀行から引き落としになるんですけども、それを自動にしておくのにチェック入れましょう。一旦セーブしまして、はい、で1時になったんですが、13時、在庫の方を見ていきましょう。はーい。F ボタンを押して、箱から商品を出してね。了解です。そして、ジャバーさんのお店を在庫のために訪れてねということですね。はい。あやふやな英語翻訳でお届けしております。さあ、在庫がですね、ジャム、柔軟剤、ソース、洗剤。これがわかんないんだけど、ムツっぽい。そんな感じのラインナップです。さあ、これをね、どこに並べようかなと。ですが、まず、ラックを設置しましょうということでしたので、こちらに置いていきましょう。シュッ、シュッシュッシュッ。はい。そしてですね、陳列していきます。ジャムだった。はい。ジャムはね、こちらに行きましょう。噂によると、なんか最終的には陳列ゲームになるらしいんですけども、まあまあね、これも楽しいっちゃ楽しいじゃないかな。ストロベリージャムからの人参ジャム、ランダムに入っているのがまたね、いいですよね。まずジャム売り尽くしセール、セールセールじゃないんですけども、ジャムを売っていきましょう。これはストックします。で、ジャムと来たら次はソース。おっと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 。ソース。ソース、何ソースなんでしょうね。ちょっと見えませんけども、ソースを置いていこう。よし、これで一旦オープンさせてみましょうか。オープン！ジャムとソースの店、オープンです。で、10本入りですね。今7回置いたんで。お、ピッて言ってる！出ました、ジャム。9円。1本9円なんだ。9円で売れました。高いのか安いのかね。どうなんでしょうね。あとなんだ。洗剤系行きましょうか。洗剤系こちらの木棚にね、並べていきましょう。はい。柔軟剤。柔軟剤いかがですか？多少ね、在庫残しておかないと
けないのかどうなのかが定かではないんですが、はい、ウォッシングパウダー、洗う粉、洗う粉もいきましょう。何を洗うんだろうね。洗濯洗剤かな。一応このゾーンに、お、青もある。こんな感じでね、6つずつ置きましょうか。からの、あ、ね、打つかな、出るんですが、打つ。お、売れた、売れました。洗剤が売れましたよ。ちょっと嬉しいね。こんな感じでいかがでしょうか。で、お店が開いていると。そしてですね、ちょっと早々に売上金をいただきまして、はい、銀行にお金を移してください。ドローンもできるし、カードに入れることもできて、ATM も使えますよと。はい。雑な解釈なんですが、まずね、お金がね、絶対的に足りなくなるんで、ローンします。テイクローン。1000ドル借り入れます。そしてですね、まずここから銀行に、436ドル移しましょう。そして銀行からですね、クレジットカードにですね、300ドル移しましょう。トランスファー。はい、こんな感じでですね、この1000円、私の今持ってる1000円を持ってお買い物に行こうと思います。何を買うか。ペパロニピッツァ、バニラビスケット、ビーンズ、ローズティー、シーフードなどなど。これはですね、すべてジャバーさん、ジャバーって読むのか分かんないんですけど、ジャバーさんのお店で賄えるので、ジャバーさんのお店に向かおうと思います。取って右、はい、いや、夜18時になっちゃいましたけど大丈夫でしょうか。レッツゴー。待ってよ待ってよ。ここから右通りを通ってすぐ左に行くんだったはず。あ、ライトもつきますよ。もうね、19時なんで夜道になってきました。まずここを曲がります。音がね、車の音がなんか性能が悪い感じがよっするんですが、はい、ジャバーさんのお店、ここで私は仕入れをしていきます。ぎゅっ、行きましょう。カート来ました。サムプロダクツはインサイドフリッジに入ってますよと。他のはじゃないね。ロット販売ですよっていうことですね。なので、箱買いしますよっていうことなんですが、商品の方がですね、
ハイプライス、グッドプライス、2種類ありまして、安売りしてるものとそうでないものがその日によって違うんですね。その日によっていつ切り替わってるかちょっとわかんないんですけど、値段が違うってことにね、気づきました。はい。なので、何が欲しいかをまず見まして、ここの店で売ってるものだけをチョイスしていこうと思う。ダークチョコ、ドッグフード、ローズティーなどなど、その辺をね、いっぱい買えないんですよ。結構高いんでね。なので、安売りしてるものを最初はね、買っていきたいなと思うんですが、すっごい安いのがいいな。気づいたらね、あっという間にお金一桁になってたりする。で、と、ティーって言ってたよね。あー、ティーは高いな。ドッグフードはどうでしょう。ドッグフードは高い。あ、キャットフードが安いので、キャットフード買おうと思います。通常180ドルのところ147ドル。わーお、買いました。はい。あと、なんて言ってたかな？あー、クリーニングパウダーがなくって帰っちゃったと。まずね、コーヒースティック、オレンジジュース、常温でいいものを買っていきます。何クリーナーって言ったっけ？とかクリーナーがないって言ったね。クリーニングパウダー。クリーニングパウダー。ほうほうほう。あんまり安くない、1ドルしかやった。と、ビーンズって言ってた。ビーンズここにあるかな？ツナ。リーブ、ピース、ピース。ヘア。違う。ビーンズはまあそこそこ安いですね。ビーンズ1個買いますか。ちょっと置いて。クリーニングパウダーもでも必要。シャンプーも欲しいって言ってる人いたけど、ちょっと高いですね。ちょっと高いですよ。なので、高い高い。安売りしているもので最初なんでね。まず品数を確保することが先決。キャットフードは買ったよ。品数確保が先決じゃないかなと思うんですけど。と、揚げ油欲しいっていうお客さんがいた気がするので、これを買って、3つ。あとですね、車に乗る量もね、決まっておるんでね。これなんだ、トイレットクリーナー。これは高いんだよね。サンスクリーン、ちょっと高いけど、買っていきましょうか。置ける？置けるかな？ 3 段までなんだね、置けるのはね。はい。これで一旦、店に帰りますが、もう夜10時。10時。お、いけたいけたいけた！いつも持ってる。偉いぞ。はい、そしてこう開けまして、これを乗せていくと、ちょっとね、雑なぐらいでもね大丈夫。もう一箱いけるのかな。よし、ひとまずいいでしょう。そしてドアを閉めて乗り込んでお家に帰ります。あ
とね、冷蔵庫も冷蔵も、あの、何ですか？あれ、どこから来たかな？出口が分かんなくなっちゃった。冷蔵陳列棚も買わなきゃいけないんですが、夜道怖い。夜道怖いですね。ここが光ってるから右に曲がります。よしよしよし。ここを左ギュイーン。はい、着きました。さあ、商品はまだ残っているのかな。ギュッと。お、まだ完全には売れてない。売り切ってはいないのと、はい、回収。172ドルのお買い上げありがとうございます。これがね、なんか、だんだん品出しがメインになってくるらしい。商品レビューを見るとですかね。それもまたいいではないですか。ということで来まして、何が買ったか忘れましたが、見ていきましょう。サンスクリーン。はい。日焼け止め。日焼け止めは、小さい棚コーナーにしましょうか。おわー、なんか、奥様が使ってそう。ダメは。QTFY。QTFY のサンスクリーン。SPF50 で。肌に優しい。あ、いい感じですね。はい。と、置いときまして、次が豆。豆の缶詰、食品はこっちに置きましょう。食品はね、ライトオン。食品は、となく、こっちに置いて、はい。と、まず。これが、だろうな。キャットフード。キャットフードは棚に置きましょう。あ、猫ちゃんが多い町か、ワンちゃんが多い町か。犬派の町、猫派の町ってありますよね。私は猫が好きで、猫も飼ってもいるので、にゃんこちゃん優先で買いました。さあ、そしてこれ何だったかな。クッキングオイル。はい、一応うちに置きますか。でっかいね。かなりでっかい、でかめのサイズ。お得用ですね。6本ほど並べましょう。置けない？はい、こんな感じで。他は、ソースとジャム。ソースとジャム。
適当で置いといて、ソースとジャムを少し選びますか。ジャム。あー、ラストジャムになりましたね。これもなんか大量に仕入れてくるのがいいのか。はい、ソースも在庫なくなりました。大量に仕入れるのがいいか、種類を豊富にするのがいいのか、まあ両方になってきますよね。品揃えが豊富で在庫もきちんとあるものがやっぱりね求められると思うんですけど、並べ方がちょっと汚いけど、とソフトナーですね。トナー置いて、また、いや、全部いるか。全部置かなきゃダメだ。あ、なに？セーブの音がした。ドセーブです。ドセーブの音。まあ、全部いりますよね。二箱ずつ買ってきたりすることができるようになるのかな？あー、ちょっと明るくなりました。あとは、あ、おむつ。おむつを追加して、ひとまずフィニッシュかな？つ。ビークとか書いてあるんだ、ちゃんと。ビッグサイズ40パック。ラスカルジュニア。なんだろう？フライベイビーズ。あ、やっぱりおむつで合ってます。合ってるかな。あと何個、あと1個。はい、ラストラスカルジュニア。シニアもあるんだ。ちょっと分かんなかった。ジュニアとシニアとベイビーがあると。はい。だいたいこれでまた物が足りなくなってくるんじゃないかなと思うんですけどね。すぐ仕入れに行かなきゃいけないんだけど、お金が今871ドルで、じゃあトイレもしなきゃいけない。忘れてた。トイレはね、店に置いちゃおうと思っております。ドン。あと、ちょっとだけね、プライバシーを。トイレ、いられないようにだけ、となく、しておこうかな。それでね、多分パッと見わかんないと思うんです。店長どこ行ったかなみたいな、ね。一回イントイレしてしまった。トイレしてしまいました。トイレを設置しましょう。そう。近くになった方がいいかと思ったけど、まあいいか。そんなこんなでね、朝5時になりました。全部並べちゃおうかな。どうしようかな。か、すいません、ボタンを押し間違えてしまいました。そろそろね、また2日目がオープンするんですが、その前にね、
お店の名前変えようと思っていたんだ。チャーリー。チャーリーマート。チャリマです。これで、どうでしょう。そして、昨日の売り上げが233ドル。うん。そう、昨日、高かったものがね、今日安くなっているのかどうか、いつ値段の切り替わりが発生するかがわかんないんですけど、それで、今日のスタッフです。よろしく、よろしく。早速お客さんが来ましたね。アニマルトリートかね。アニマルトリートって、なんだい？ちょっとね、ジャバーさんのお店、安売りしてるかどうかを見てこようと思います。袋も買わなきゃいけないし、冷蔵庫も買わなきゃいけないんですけど、だった？あ、また間違えた。ここじゃないんよ。意外とね、入り組んでるっちゃ入り組んでいる。入り組んでいると私が思ってるだけかもしれないんですけども、迷うんですよね。ここが、あ、ここだ。いや、冷蔵庫を先に買うべきか、お風呂を先に買うべきか悩むんですけど、冷蔵庫かな。でも冷蔵庫がね、800円ぐらいするんですよね。そうすると仕入れができなくなってしまうので、まず、トマトペーストがない。はい。と、今日何が安いかを見ていきましょう。で、冷蔵じゃないものからね、揃えていきたいので、トマトペーストって言ってたね。トマトペーストが、あ、若干安いです。ここ置いといて。ハイプライス。まあまあでも高いですね、今日。スイートコーンは、まあ、安い。あとは、サンスクリーンは買いましたし、ティーがまだ高いんですよね。歯磨き粉も1円しか安くないし、ヌードルいいかな？ヌードルもお安い。あ、全然アニマルトリートのこと忘れていたけど、今お給料が払われました。ということは、値段も変わった？変わったりする？変わったかどうかがわかんないな。変わってない気がする。と、キャットフードはこっちにもあるんですね。これはドライキャットフード。あ、まだ変わってないですね。なるほど、なるほど。レンジジュースとかまだ買えないな。コーラも高いし、トマトペーストは買ったよ。だ、ミルクチョコレートクリーニングパウダー。ミルクチョコレートは若干ですね。若干のお安さ。あんまり正直安くないな。
ストロベリービスケットはちょっと安いけど。あと、クリーングパウダー。これはウォッシングパウダー。これか。あんまり安くないな。ね。ウォッシングパウダーも切れてた気がするけど、スプレー。トイレットクリーナー安いんじゃない？あのお客さんのニーズに応えない感じ。のスプレーも欲しい？スプレーあんま安くないよね。あんま安くないのよ。あら乗ってない。よし、これで全部運んで、若干ね、種類を増やす。やっぱりさ、最初はさ、高いものは買えないんよね。さあ、帰りましょう。まずい、お腹が空いたと言っている。あ、走れなくなりましたって出ましたね。あ、どうしましょう。走れないのはまあいいか。走れないくらいなら。ただね、ファーマシーがあって、病気になるかもしれないっていう可能性があるんですよね。You can't run。 ハンドウォッシュも欲しかったの？ごめんね、そんなにいっぺんにはね答えられない要望に。ごめんなさい、お客様。よし、まずまず買ってきたもの。あ、走れない。確かに走れない。はい、いらっしゃいませ。トマトペースト。トマトペースト。トマトペースト。あ、これは。これは、部位は、マークは何ですか？プライベートブランドみたいな感じ。はい、トマトペーストどうぞ。いけなくなっちゃった。走れない。走れないからもう、やってはいけない。お店の。段ボールむき出しで置いてるっていう。まずい。本当に走れないの大変かも。ここで、食料調達します。よし、行きましょう。ああ、走れないと厳しいかもしれないね。ああ、そして、何を買ったかな？何買ったんだったかな？ザザン、トイレットクリーナー。はい。トイレットクリーナーはこちらにございますよ。のー。もうなんと、ドーナツ？あ、こういうお店なんかありそう。乱雑なタイプ。うんうん。あ、いい感じでは？いい感じではないの？
いいですね。トイレットクリーナーそんなに売れないでしょう。とまず。充実してきた商品棚が。なぜ開かぬ。これがスイートコーン。ヌードル。あ、ヌードルはね、いいですよ。ちょっと美味しそうだよね。美味しそうな見た目なんですよ、ヌードルはね。これがスイートコーン。スイートコーンもね、食べ物ゾーンに置きましょうか。缶詰屋さんと化している。非常食ショップ。チャーリーマート。非常食ショップですね。はい。そして、ヌードル。これがね、ちょっといい感じなんで、レジ横に置きましょうか。ででーん。なんか美味しそうじゃないです？ビクトリーヌードル。どういうこと？あ、ビクトリーの V なんですね。なるほど、なるほど。はい。誰か買ってってください。さて、これで、ひとまず、トマトペーストも乗せて、運びますか。レッドアイフィッシュがない？なんだって？在庫は棚に。あ、ここでね、多分棚が必要になってくるんです。きっと。とまず9種類、今9種類のアイテムで9ないね、8種類かでいるよと。でね、どう、なんか売れてる。ソフトナーが売れてる。ソフトナーが売れてるよ。ソフトナー、ソフトナー、ソフトナーはもうないんだね。ソフトナーは仕入れてこないといけない。で、若干ここのレジからね、キャッシュを奪いまして、お風呂を買うか、冷蔵庫を買うか。お風呂もね、入れないと走れなくなるんで、お風呂買ってきましょうか。うん、お風呂買いに行きましょう。お風呂が先か冷蔵庫が先かっていうところもあるんですけど、ギリ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 。お風呂買ってきましょう。いやー、冷蔵庫が先かなー、悩むなー。ねー、走れないと結構ストレスですからね。お風呂、冷蔵庫、どっちがいいんだ？お風呂かな？お風呂買いましょう。左折すると、ファニチャーショップ、車が止まってる。ニトリ。ニトリかイケアか。これがね、欲しいんですけど、750ドル。ちょっと今買えない。
仕入れができない。やっぱり走れた方がいいので、お風呂を買います。あれ、うん、お風呂を買います。若干足りないよね、やっぱり750ドルだから。これはスナックディスプレイ、チップスディスプレイ。いや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 、これをするならね、仕入れをした方がいいよということで、カスタマー何が欲しいと言っているか、常温保存が効くものを買いましょう。チョコレートバー、シナモンロール、ウォーターメロンは常温かな。とフードもなくなった。あ、磨き、アンドウォッシュ、その辺またジャバーさんちですね。ジャバーショップ。ピザはね、冷蔵だからね、まだ買えないね。ジャバーさんのお店さ、ちょっと待ってよ。まっすぐ行くととんでもないとこに行ってしまうから、これがややこしいんですよね。なんか中道みたいのがあるのが若干ややこしい。チョコレートがないと、ここかここかここなのか、ここを曲がるのか、ここを曲がるんじゃなかった。もっとジャバーさんのお店合ってる？曲がってなんか違う気がするけど、こっち行ってみますか。違う、カーショップだー。うわ、間違えているんだな、間違えている。カーショップ。ここはカーショップ。これが辛い。カーショップ、こんなところだね。ここに来ているんだね、私は。違う。こっちだ、こっちに来ている。ドッテドル。これがね、辛い。ジャバーさんちさ、こっちかなぁ。から来たんだっけ。あー、また来て、なんだなんだ、トレーディングカンパニー。なるほど、そのラインが今私が入ってしまったラインということだ。わかった。ノーバナナ、果物もいいのかな、果物いいのかな、一回言った。果物もいいか。ちょっと待ってよ。果物屋さんまだ行ってないから行ってみたい気もするんですけど。逆ですね。逆。あっちに行くとファニチャーショップになっちゃうんで。ファニチャーショップを出て、もう一個向こうの通路なんだな。いやー、ちょっとここ迷いすぎてね、カットするかもしれません。ねえ、交換角ぐちゃぐちゃになってしまう、おんちあるある。よし、またジャバーさんち着きました。さて、もう一度、何か、あ、星二つに増えてますね。何か欲しいんだい？ミルクはダメだよ。ナッツ、チョコレート、チョコバーぐらいですね。ナッツ、チョコレート、チョコバーぐらい。
はい。ナッツ。ナッツはいつもの値段。チョコバー。チョコバーは高い。クッキー。シナモンロール。お、シナモンロールは安い。シナモンロール1個買いましょう。続々と。ミルクは買えない。ウォーターメロン、キャットフード、トゥースペースト。キャットフード、トゥースペースト。トゥースペースト。スクリーン。お、まあ、若干安い。買っていきましょう。と、キャットフード。キャットフードも、なんか変わってないな。ちょっと高いんだけど、ちょっと高いな。フードね。円高いね。トゥースペースト買いました。トゥーシュ、ブリーチエル。ブリーチエルは高い。ハンドウォッシュ。高いね。若干だけど。これなんて読む？で、データジェント。だろ。パイプウォッシュみたいな。ランドリー、なんとやら。あー、これも高い。ドセーブされた。いや、でももうちょっと何かを買っていきたいな。プライス、クリーニングパウダー買ったんだっけ。お茶もまだ高い。これも高い。お、電気代が引き落とされました。電気代が引き落とされましたよ。いつ値段が変わってるのかな。スナック、スナックの需要はないけど安いっちゃ安い。ドーナツ高い。パン安いね。バゲット。ブリックブレッド。これ美味しそうだから買っちゃおう。全然お客さんのニーズに応えない。よし。あ、もうブリックブレッド言われましたね。じゃあ今日はこの辺で引き取りましょう。あー、そしてですね、汚さマックスで走れなくなりました。汚さマックスで走れなくなったので、風呂に入ろう。風呂買ったんでね。よしよしよし。まあ、ザザッと。もうザザッとでいいよ。ザザッとで帰りましょう。あ。よっしょー。一応返却してね。あ、お風呂に入ってくださいと、とうとう言われましたね。めっちゃ臭いんでしょうね。あ、ライトが消えた？閉店のお知らせですね。閉店のお知らせ。真っ暗。どこで曲がるかがわからないけども、着きました。はい、到着。まずお風呂に入っちゃいますか。おもむろに、ここに置けるかな。てん。はい。
入れましたね。走れるようになったと。で、このトイレの横にね、お風呂も設置しておこうと思います。ね、こんな状態でね、家に帰れない。ブラック企業。家に帰れませんので。行きましょう、お風呂もね。はい。丸見えですけど、まあまあいいでしょう。あとはちょっと今日買ってきたものを、おろすだけおろそうかな。これがシナモンロール。うん。ブリックブレッド。あ、パン系ばっかり買っちゃった。おやつを買いましたね。トゥースペースト。はい。歯磨き。おっと？レジからね。レジからお金出しちゃいましたけども。ガキ子は、日焼け止めの横ね。並べていきましょう。需要があるかどうかはわかんないんですけど。一応、歯磨き粉もありますよと。$186になったですね。シナモンロール。あ、ヌードル思いのほか売れていないという。シナモンロール。あ、美味しそう。美味しそうです。うん。あとがパン。パンはちょっと時間置きになりますが、お客様よろしいでしょうか。時間置きでやっております。うちの店は。すいません。こんな感じでね。いつくらいに並べてみましょう。来ましたね。そんなところでしょうかね。まあガラガラですね。結構売れた。売れ筋商品は何だったでしょう。今日は797ドル。トータルか。トータルだから、2日分かな？ということですね。まあまあ、ソースジャム。おむつも売れてるし。なんかこれは動向が あったりはしないと思うんで、なんかあるものが売れてくっていう感じなのかな。はい。ひとまずですね、今日のところは、こんな感じということで。まあ、どうなっていくのか、ちょっとね、わかんないんですけど。はい、こんな感じで、チャーリーマート、オープンしました。まあ、またやっていこうと思いますので、よかったら見に来てみてください。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。